こんばんは。日本の皆さん元気でしょうか。おたふくでございます。今回レビューさせていただくのが、DV さんからお預かりした、商品名が、ネットワークキューブカメラというものでございますね。こちらをサンプルで提供していただいて、レビューをしてほしいということだったので、ちょっと私の方で、私どもの会社のエンジョイライフの方でレビューさせていただこうと思います。普段、あまり製品レビューとかやってないんですけども、お願いされれば当社の方で使い方とか細かいレビューをさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。では早速、じゃあ入っているものからご説明していこうと思います。まずこちらの箱ですね。ちょっとこの何ですかね、サテンの感じのプラスチックケースと紙の箱になっております。で、まず取扱説明書です。で、こちらがね、USB のケーブルが入ってます。で、カメラとこの電源をつなぐDC か AC ですかね、ちょっとどっちかわかんないですけど、 DC AC 電源があります。 USB でこちらにつないでいただく電源のケーブルが一つと、あとは無線 LAN でももちろんこちら使えるんですけど、有線 LAN でつなぐ用のケーブルも入っております。で、あとは本体で、本体にこう取り付ける金具で、取り付けビス、あとこれステッカーですかね、ステッカーに三蔵法師さんのような、なんか英語のあれですね、と、袋と、こういった感じになっております。で、まずじゃあちょっと本体の大きさから測っていこうと思います。本体の大きさなんですけども、約直径9センチ、9センチないですね、8センチ弱ぐらいですかね。で、厚さが 2.5、3センチ、トップのこう膨らみがあるんですけど、トップの部分で3センチほどとなっております。で、こちらつけていただくと、どのぐらいですかね、3センチから 3.5 センチぐらいの厚みになっております。で、本体がこの例えば設置した状態で、例えばこういう角度とか、すごいですね、くるくる回っちゃいますね。で、くるくる回った上にこう角度の調整もできますね。これで90度動きます。で、これでここはもう360度回転します。で、こちらが向けた状態でこういうことも可能ですね。こういうことも可能という。で、まずじゃあ電源の入れ方からやっていきましょう。電源の入れ方じゃないですね、すいません。本体の重さを測ってみましょう。タニタさんのいつもの測りでございます。はい。本体がちょうどね、98g、98g になっております。98g ですね。本体が 98g、本体が 98g になっております。はい。はい。じゃあ、このネットワークカメラの、使用環境とかについてのお話をまず先にさせてもらおうかなと思うんですけども、まずこのカメラ、防犯カメラとしてももちろん使えるんですけども、ペットであったり、ペットの様子を外出先から見たいとか、あとはお子さんたちの様子をちょっと外出先から見たいとか、いろんな用途にご使用いただけます。それで同期できるものはこのカメラ1台に対して、もちろん携帯電話の Wi-Fi で Wi-Fi につながると見れるんですけども、1台だけじゃないです。何台もこのカメラの、ここに ID とパスがあるんですよね。見えますか、この ID とかパスとかっていうのがあって、これを携帯に落としていただいたアプリで開いていただくと、何台でも同期できるようになります。だからこの1個のカメラを5台6台のスマートフォンから見れたりとかっていうことももちろん可能です。で、肝心のアプリなんですけども、この取扱説明書のところに書いてありますね。
ちらですね、アップル製品のお客様はアップルストアで DB、こちらですね、 DB さんのプロのアプリで、 Android の方も、DB さんのプロの検索ですぐ一番に私も検索で引っかかりました。で、まずアプリを APP ストアからインストールしていただきます。で、インストールしていただいた、アプリがこちらでございます。見えますかね、こちらのアプリ、こちらの青いアプリですね、こちらの青いアプリで、こちらをインストールしていただいたらタップしていただいて、でもうこれでカメラ側の電源が入るとこちら同期いたしますので、ちょっと携帯は一時置いておきます。で、まず本体のつなぎ方なんですけども、今私がいる環境は Wi-Fi が高速で飛んでる環境でございます。で、まず USB の USB をUSB のコンセントに挿していただいて、電源ですね、コンセントに入れていただく。で、コンセントに入れていただいたら、今度反対側のこの DCAC の電源の方を、本体の、わかりますかね、パカパカ開いてる方の逆側の、こちら側です。こちらにこう入れていただきます。スポット。そうすると、こう電源が入ります。で、電源をこうご覧いただいて、赤い点滅、しばらく置いておくと赤い点滅になるので、赤い点滅になったら、操作が完了でございます。で、ジジジ、カチャカチャっていう音がしますね。はい、で、こちらはジジジという赤い音がして終わりました。今度アプリと接続いたします。で、アプリと接続するときなんですけども、本体の、Wi-Fi のパスワードをアプリに入れていただくのと、Wi-Fi の、アドレスとキーを入れていただく画面が1個あります。それを入れていただいたら、今度はここのナンバーとパス、あと、あれですね、カメラの IP カメラという、このカメラの機種名が入れる3段階の項目があるので、そちらも全部入れていただきます。で、こちら、カメラの初期設定のパスワードは123になっております。後からこのパスワードは変更できるそうです。で、じゃあちょっと繋いでみましょう。実際に。で、まずあれですね、もうこちら繋がった状態なんですよ。で、ここで鍵のオンオフとかができるんですけど、鍵をオンにします。で、例えばですけど、今私を撮っていてくれるスタッフのちょっとお腹周りを映させてもらって、で、こういった感じになりますね。こういった感じになります。で、もう音声も結構バッチリ拾えるのと、解像度もそんなに防犯カメラの割に悪くないと思うんですよね。横にすると、ちょっと声が遠くなってしまうんですけど、横にすると、あれ？横にならないですね。で、こちら側でミュートとかもできますね。もう常に。で、カメラ、をこうやってカメラボタンを押すと、その時の静止画が撮影できます。例えば何ですかね、もしそのよからぬ不審な方がいらっしゃった時は、なんかこうやってパチパチやっていただくと、その時の写真がこの下に保存できるような仕組みになっています。はい、で、その写真にはもちろんなんですけど、拡大すると、日付と時間がこう刻印されているような感じになっております。で、ちょっと動かしてみましょうか。ちょっとタイムラグを見ていただきたいんですね。こちらで、例えばじゃあちょっとお腹が動く、このタイムラグを、どうですかね。ちょっとスタッフのお腹がこう動いているタイムラグを、こんな感じですね。はい。で、タイムラグも約1秒ぐらいあるんじゃないかなと思います。でも、とてもすごくこう優秀なカメラだと思いますね。フリックにも動くしというところで、はい。
では取り付け方の説明に移らさせていただこうと思います。まずこの取り付けの説明なんですけども、付属にこの取り付けのビスがあります。でこちらでコードは電源コードは流していただくのがまあこちらがいいかなと、こちらに穴開いてますんでね、こちらから流していただくという形にしていただいて、でこの鉄のものなんですけども、まあ、ネジをこちら側から入れていただいて、取り付けたい箇所に、例えばですけど取り付けたい箇所にこう設置していただきます。でこうネジ入れていただくと、今ちょっとネジ入れることは私できないんですけど、ネジ入れた状態と仮定して、まあ、こういう感じになるわけですね。でここにカメラ本体をガシャンと取り付けてあげると設置完了という感じになります。であとはちょっと気になるのがこの穴なんですけども、こちらのちょっとねネジ穴の形が分かんないんですけど、カメラのなんていうんですかね、カメラのそのネジ穴よりちょっとちっちゃいんですかね、三脚とかのネジ穴よりちょっとちっちゃいんですけど、ネジ穴の変換アダプターとか使っていただくと、多分おそらくですけどここに止まって、でまあこういった状態とかこういった状態とかで三脚に乗せることも可能ではないかなと思います。ちょっと一つ言い忘れたんですけど、さっきちょっと実験をしてみたんですけど、この互換のケーブル多分あまり売ってないと思うんですよこちらね。でホームセンターの方でAC のアダプターを買ってきました。でこちらはまあちょっと合うかどうかっていうのを、多分まあ、電圧的にはあれなんですけど、これは 6V で、これ確か5だった気がするんですよね。こちらは5だった気がするんですけど、容量が多い分には多分作動すると思いますので、ちょっとこちらで試してみたいと思います。こちらのケーブルですね。でもう1台あるので、うちが使っているこれでちょっと電気を入れて、こちらでちょっと試しに入れてみようかなと思います。ただ難点はもう入らないです。ここから出すっていうことはできないので、この開いた状態でお使いいただくことしかできなくなってしまいますけどね、こういう状態でしかお使いできなくなってしまいますけど、まず電源は来てますね。電源来てます。これでアプリで実際にちゃんと稼働するのかどうかっていうのを確認していただいて、はい、でこれでカチカチ言い始めたので GT 音がなくなって、ここが全部消えたらアプリとこれで同期をスタートするといけるんじゃないかなと思います。まずじゃあアプリを立ち上げて、アプリ立ち上げました。でウェブのカメラを、はい、ウェブのカメラをこう開いてみました。どうでしょうか。今スタッフのあれが見えてるんですけど、まあ、こんな感じ接続は OK です。はい、でこのまあ緑の点滅が同期しているところなので、でちょっと一つ言い忘れたんですけども、こちらのこちらにカードスロットがあるので、カードを挿していただいて、こちらで、まあ、連続で録画していただくことも可能です。32GB まで対応だったような気がしますね。で、ちょっとまあ、こちらのカメラで不具合が起こった時には、ここにリセットのボタンがついてます。ちょっと細いんですけど。まあ、ボールペンで入りました。0.5mm ぐらいのボールペンで入りました。で、こちらでリセットしていただくと、まあ、リセットされてお使いいただけるんじゃないかなと思います。ちょっと時間がなくて、なかなかまあ、稼働時間とかのあれでこう熱とか大丈夫なのかっていうのはちょっとまだ検証できてないんですけども、またちょっとおいおいそういったこともレビューさせていただけたらなと思っております。で、はい、ということでこんなことで、また次回もぜひよろしくお願いいたします。